ポーランドの鳥のミルク鳥のミルクはマシュマロ、メレンゲ、ミルクスフレなどをソフトチョコレートでコーティングした菓子。1930年代にポーランドのチョコレート菓子メーカーであるベーデル社が鳥のミルクを発明し販売を開始した。これはココナッツ、バニラ、生クリーム、レモンなどを混ぜたマシュマロをミルクチョコレートでコーティングした菓子。比較的安価な普及品のタイプは 子供のおやつとしても定着しているが、ポーランドには日本と似た贈答の文化があって国民は頻繁に贈り物をやり取りするため、鳥のミルクの高級版の詰め合わせは日本の饅頭、菜中、洋館などと同様、ちょっとしたお茶菓子の無難な贈答品として特に人気がある。ドイツでもこのベーデルの鳥のミルクはホーゲルミルヒとして 第二次世界大戦の前から知られている。ポーランドで鳥のミルクはこのロッテベデルのものだけが名乗ることができ、他の菓子メーカーはポーランドでは同様の菓子に別の名前をつけている。ロシアではウラジオストク製菓工場。創業は1906年に勤務していた菓子職人アンナ・チュルコワを中心とした部署が1967年に公安、製造したとされる。 キャンディーのタイプを指す。観点をレシピに用いると、若干ポーランド版と異なる。ほどなくソ連の代表的な歌詞の一つとして知られるようになった、同歌詞により、アンナ・チュルコワは功績を認められ、社会労働英雄やニ人勲章を受訓された。解説 HP 当時のロシアでは、知的財産関連の法律がなかったため、このレシピは1975年のクラースヌイ。 アクチャーブリ社製造、販売版など国内随所で模倣され広まる。1978年に当時のソビエト連邦の首都モスクワのプラガレストランで同名のケーキもできた。ケーキの方はスフレを仕込んだスポンジケーキにチョコレートグレーズをかけたもの。こちらのレシピも前日の事情によりモスクワレストラン、ブダペシュトレストラン、ウクライナレストランなどといった モスクワ中の他のレストランに模倣伝播していった。1980年代、鳥のミルクケーキ版専用工場が、モスクワ市南部のチェリムーシュキ地区に建設された。ケーキ版は1982年に、製法登録された。ケーキ版、鳥のミルク解説 HP1、同解説 HP2 ソ連崩壊後、キャンディ版については、鳥のミルク商標登録に、 いち早く着手した同業打者ロットフロントのみが名称使用権を独占し、前日のプリモルスキーカンジーチェル販売版ではプリモルスキーと名乗って販売が続けられている。ケーキ版およびキャンディー版ともに多彩な販売メーカーによりロシア中のスーパーマーケットや菓子専門店で購入できる。モルドバではルーマニア語のラプテデパサーレとして知られ、 ウクリアキャンディー工場で製造が始まった、ロシアのキャンディー版と似た歌詞を指す。なお、同名のデザートがルーマニアにあるが、こちらは、クレームアングレーズにメレンゲを浮かべたもので、フランスでいるフロッタントと呼ばれるものと同じである。このメレンゲとクレームアングレーズのデザートを鶏のミルクと、呼ぶ例は他にも、ハンガリーのマダールテイやオーストリアのカナリミルヒがある。鶏のミルクの語源は、 美しいお姫様が彼女の求婚者の情熱と吉を試すため、まだ見たことのない贅沢品である。鳥のミルクを取ってきなさいと言って、彼を荒野に送ったという、スラブ人の古い民話にある。つまり、鳥のミルクは、英語で言う、アンオブタニウムの類である。この世にないほど美味しいお菓子のガニがある。ありがとうございます。